こんにちは、泉ひなです。今日はですね、先日の1月25日で無事26歳になりました。早い。ということで今日はですね、みんなとお酒を飲んだり今年の運勢占ったりしながら語りたいと思います。ということで、お酒をコップについでとレモンサワー飲みます。ということで乾杯。はい、25歳はどんな年だったかというとですね、とにかく楽しくて、でもまあ悩みとも向き合ったみたいな感じの年でした。まずは自己肯定感ですね。去年の5月頃に自己肯定感に関する動画をね、あげたら、みんな共感してくれる人が多くて、ああ私一人だけじゃないんだなと本当に心強くなりました。それから少しずつコンプレックスをなくそうと思って美容医療の力を借りたり、まああとはダイエットしたりしてました。正直ダイエットはあんまりうまくいかなかったんですけど、でも自己肯定感は上がったと思う。もちろんね、まだまだコンプレックスはあるんですけど、この調子でね、もっと自分に自信が持てるようになればいいなと思ってます。で、今年はどんな1年になるか気になっちゃうので占ってみます。で、今日は最近テレビでもよく見る星ひとみさんの転生術の光と影というね、サイトをします。こんな感じのサイトなんですけど、ここに名前と生年月日を入れて、一部無料で鑑定するボタン、もしくは鑑定する過去有料ボタンがあるので、どちらかを押します。まあ、まずは無料で占ってみます。まずあなたが持つ転生の光と影、転生タイプは海みたいです。光はよく考えて方向を決めてから動く。あーでも合ってる。割と動き出すまでが長いタイプです。影は大胆に行動したいと思ってる。まあわかるなんかちょっとね、他の項目もたくさんあるんですけど、有料版だと全部見れちゃうみたいなので、気になるので有料版を見てみます。おー、こんな感じでいっぱい出ました。さっきの続きで、共感力の光は相手の気持ちを理解する優しい人、影は反対意見を言われるのが苦手、理性の光は物事の本質をじっくり見極める、理性の影は自分の考えややり方を貫きたい。あ、でも結構わかりますね。天性の光から見る普段のあなた、泉ひなさんは理論性を語るのではなく現実的な思考で物事を極めるんですね。今の状況をよく見て最善な方法を見つけようとします。じっくり考えるので行動するまでが時間がかかりますが、こうと決めるとその後の動きは素早いの。他の人よりスタートダッシュが遅れてもゴールには先にたどり着くようなところがあるはず。それから人と交流するときも相手の性格や思考、価値観を理解してから距離を縮めていくでしょう。頼られると最後まで面倒を見てあげるギリ堅さも持っていて、人との絆が強く、信頼した相手とは長く付き合いますね、とのことです。でもかなり合ってるかも。だいたい友達と仲良くなるときは相手の価値観とか考え方を理解した上で付き合っていくことが多いかなと思います。で、次が天性の影から見るもう一つのあなた、よく考えて結論を導き出す泉ひなさんですが、たまに考えすぎて方向性を見失ってしまう時があります。これはそそなくうまくやろうとして自分のやりたいことを我慢しようとする時なんですよ。周りの評価を気にしたり、失敗するのを恐れたりしていると安心安全な方向を選ぼうとします。でもあなたの心はチャレンジを求めているんですね。周囲の信頼に応えようとするあなたと自分のやり方を貫きたいあなたが心の中で葛藤しているの。石橋を叩いて渡る慎重なあなたですが、他人の意見や世論に反対する時もあるということ、支持されるより自らの意思や考えで動きたいというより願望が泉ひなさんの中での泉ひなさんの胸の中に潜んでいると言えますよ。わかる昔から周りにどう見られるかっていうのを過剰に意識しちゃうし、そんな自分が嫌だったりするんですよね。もっと自分の意見や考えを発信していくべきなのかなとかは思います。で、次が2022年、この1年の間であなたが一番恵まれること、なんだろう。この年は泉ひなさんにとってこれまでに経験したことのない出来事に挑戦する年になりそうですね。これまで予想もしなかったあなた自身の新たな可能性を見出すことのできる時期に来ています。周囲からも様々なお誘いがあったりと、新たな挑戦のための機会に恵まれるため、興味のあることはどんどんチャレンジしてみるといいですよ。失敗したらどうしようと不安に思うかもしれませんが、あれこれと考えるよりも一歩踏み出してみることが大切です。またどんなこともまず楽しんでみようという前向きな姿勢を持つことで充実した毎日を送れるはずです。ほう、どんなことが起こるんでしょう。去年も仕事もプライベートも様々なことにチャレンジした年かなとは思ってるんですけど、まあ今年もでもいろんなことに挑戦できたらなとは思ってます。新しいことを始めるのってちょっと怖さもあるんですけど、それ以上にワクワクとかさ、楽しいことがたくさんあるからそれが好きです。でもいつも失敗を恐れちゃって楽な方に逃げちゃう癖があるので、まあ、そういうとこは気をつけようかなと思います。はい、じゃあ2本目飲みます。で、次が2022年、この1年の間であなたに気をつけてほしいこと。はい、
この年はとにかくいろいろな方面に興味を抱きやすい年と言えるでしょう。やってみたいと感じることが次から次へと出てくるため、とても活動的な日々を過ごすことになりそうです。でもね、気をつけてほしいのは泉ひなさん自身の体調管理です。ワクワクするような毎日に気持ちが高まり、つい体調が悪くても目の前のことに熱中してしまうということがありそうなんですよ。この1年は意識して休息を取るようにすること、特に楽しいと感じているときは疲れに対して少し鈍感になっている可能性があるので注意が必要ですよ。はい、いや去年も知らないうちに疲れとかストレスが溜まって、まあ、体壊しちゃったこともあるから、自己管理というか自分を見つめ直すことがいかに大切かっていうのを思い知らされました。楽しむことも大事だけど、まあ、バランスもやっぱ大事ですね。次からは今年の運勢が見れるみたいです。ワクワク。はい、じゃあ次、2022年あなたを動かす新たな出会い。はい、泉ひなさんにとってこの1年はかなり充実した毎日になりそうなんです。仕事でもプライベートでもいろんなことに興味を抱きやすい年なので、自然と交友関係も広がっていくはず。恋につながる出会いの他にも一生涯付き合っていける友人や何でも話せる相談相手といったつながりも得られる年なので、積極的に人と関わることが大切です。またこれまで一度も話したことなかった相手と関わる機会にも恵まれるでしょう。身構えずに誰とでも気軽に会話をしてみる姿勢を大切にしてください。相手を拒まない姿勢でいることで注目を集めることができるはずですよ。楽しみです。去年も仲良しの友達がたくさん増えて楽しかったけど、もっと増えるってことなんですかね。もう私は今年は趣味を増やそうかなと密かに企んでいて、趣味関係で友達が増えても楽しいだろうなとは思ってます。まあでも私は人見知りの時とフレンドリーの時の差が本当に激しいので、まあどうなることやらって感じです。はい、次はね、私的大注目の恋です。はい、恋はですね、2022年あなたの恋、その傾向と生じやすい迷い。これから恋愛対象を見つけるという場合、この1年はかなりチャンスに恵まれることになりそうです。もともと交友関係が広がりやすい年なので、ふとした出会いが恋愛につながることもあるようです。すでに気になっている異性や付き合っている相手がいる場合、2人の仲を深めるような展開があるでしょう。でもね、泉ひなさんの場合、時に相手に合わせなきゃいけないんじゃないかと考えてしまうことがあるようです。嫌われないために相手に合わせようと考えてしまうことがあるかもしれませんが、それでは疲れてしまいます。あなたらしい行動をとることを心がけるといい関係が築けますよ。あ、もうめちゃくちゃ合ってるっていうか、わかる。恋愛な、今まあ好きな人がいないわけではないんですよ。ただ進展させたいかというと、それがまた微妙なところなんですよ。好きだけど付き合いたいかはよくわかんないみたいな。だから正直新しい恋を始めてみるのもいいんじゃないかなとは思ってます。まあ、というかそっちの方が楽なんだろうなって思ってます。でもさ、ほんと恋愛でも友情でも相手に合わせがちなところがあるんですよ、私は。だからめちゃくちゃ当たってるなと思いました。自分らしい行動をして好きになってもらえるのが一番だっていうのは分かってるんですけど、なんかその結果嫌われたら嫌だなっていう気持ちが邪魔したりして、もうほんとなんか恋愛って難しいなと思います。でもやっぱり思ったのは、恋愛ってでも自己肯定感っていうのはすごく大事だと思う。自分に自信のある女の子って可愛いですもん。そう思うと私も自分らしい行動をした方がいいんだろうなとは思います。本当に何歳になってもね、恋愛ベタですね。次は、2022年あなたの仕事、その傾向と挑戦してみるといいこと。この年は仕事の面でも新たな展開を迎えることが多いでしょう。これまで頑張ってきた姿勢や培ってきた経験が評価され始めているんじゃないでしょうか。この年は新たなプロジェクトに参加することになったり、新しい役割を与えられるたりすることが多いようですね。これまでと違った仕事にうまくできるか不安に感じることもあるかもしれません。ですがこの1年は経験のための年なんです。周囲も泉ひなさんに失敗を経験してほしいと考えているため、うまくいかないかと思うと逃げ腰になる必要はありません。与えられた仕事に前向きに取り込むことが必要ですよ。大切ですよ。おお、今年はでも仕事もしっかり頑張りたいなと思っていて、今までとはまた違ったことにもね、挑戦できたらなと思っているので頑張りたい。他にもまだまだ項目はあって、金運は興味も抱きやすい分支出も増えるので、お金を使うときは本当に大切な出費か考えることも必要と書かれてます。今年は去年おろそかになっていた宝塚とか舞台観劇っていう趣味だけじゃなくって、ピアノを始めたいなとも思ってます。昔習ってたんですけど、小学生の頃にやめちゃって、でも最近になってピアノってやっぱいいなと思い始めたので、なんか習い事として始めてみようかなとかも思ったりしてます。それかギター。なんか最近趣味を追うことって本当に大切だなと実感することが多いです。なんかいいインプットにもなるし、まあ、ストレス解消にもつながるし、でもお財布と相談しながらうまくやっていけるように気をつけます。なんせ今年の目標はね、貯金なんで。最後、2022年1年が終わる頃にあなたが手にしているもの、
この1年はとにかく泉ひなさんにとって未経験の出来事ばかりの年になりそうです。いつかやってみたいと思っていたことに挑戦するチャンスが多いためドキドキするような毎日が待っているでしょう。この年のテーマはとにかくいろいろな経験を積むことにあるんです。うまくいかないかもしれないとか恥ずかしいといった感情は捨て何でも挑戦することであなたの価値観はどんどん深まっていくはずですよ。1年を終える頃には様々な知識が身についているでしょう。また失敗した経験もあなたの力になっていきます。楽しみ。なんか本当にいろいろやってみようかなと思いました。めちゃくちゃなんかやる気が湧いてきた。確かにでも挑戦することでもし失敗したとしても身につくことって多いですもんね。27歳になることにはたくさんね成長できていればなと思います。1年後読んでる限り今年もとっても楽しい一年になりそう。一人で悩んでも解決できなかった悩みも占いすることで答えを導き出せそうだなと思います。今日紹介した星ひとみさんの転生術は概要欄に URL も貼ってますのでぜひ皆さんも占ってみてください。楽しかったので今度は星さんの他の占いもねやってみたいなと思ってます。とにかく26歳も最強に充実した時を過ごせますように。はい、ということで今回の動画もいかがだったでしょうか。26歳の誕生日おめでとう。占い面白そうって思ってくださった方チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますのでぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。もう普通に全然酔ってますねずっと。